お疲れです。お疲れです。暑い。させんね。今日はすごくいい天気ですね。はい、山口県の桜井源坊です。今日はですね、僕の相手にですね、剪定塗料を、はい、塗っていきたいと思います。はい。それでは今からマスキングをして塗っていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。マスキングはですね、僕の船の喫水がだいたいこんぐらいなんですよね。喫水って何ですか？喫水ってあの海に浸かった時にのライン。走行時じゃなくて、そうそう、止まっちゃう時のね。それよりもちょっと上ぐらいに、まあ僕は剪定塗料を塗ってます。まあ、ちょっとね、片面はね、もうマスキングしたんで、はい、撮影用にこんな感じでやっていきます。できるだけ丁寧に。じゃないとこうやってね、波打ったらやっぱかっこ悪いよね。あー、確かに。うん、だけ失敗したらこうやって何回も剥がして、ギリギリ、ギリギリにね、あの、一回剪定塗料を塗っちゃう人は。やっぱこの、剪定塗料も上すぎたな、なんかね、ちょっとかっこ悪いなって。やっぱギリギリのやっぱ攻めるよね。船洗ったの分かる？綺麗だったろ。え、何です？船を洗ったんよ、前下で見て。あ、そうなんですか。全部。あ、本当だ。あの水垢っていうか、そうそう、黄色いのもなくなっちゃうよ。そうですね。もう一回あの高圧洗浄したんですか？いや違う、洗浄じゃなくてもう手で。あ、手で。手洗い、あの車を洗う感じみたいな。はい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 。できるだけ、できるだけ合わせて。前回のラインですね。あ、これここでよく分かれる、喫水。あー、色が違う。違いますね。このラインがあれだよね。海に使っちゃうとこ。これ斜めにするとだんだん斜めになってくるよね。初回をしっかりやっておけば、そうそうそう、毎年斜めになってくるよね。マスキングは必須ですね。うん、ローラーで塗るけえね、ペンキ。あ、剪定塗料は。ペンキまみれになるよ。覚悟してきました、今日は。覚悟して。で、僕ももう あえてペンキがついちゃう服をね、毎年やりようことやって、ね、ズボンが何本あっても足りんやろ。ズボン足りないですね。でもそのズボンがずっと履けてるってことは、体型を維持されてるってことですよね。いや違う違う、きついこれ。めっちゃきつい。よし、オッケー。はい。じゃあ、あとはちょっと。もういきなり黒なんですか？あ、うん。僕が使ってる剪定塗料はアッパレです。なんかみんなこれを使ってるんで。へえ。魚の絵が描いてありますね。もうこのこの船用のやつなんですよね。いや、船用っていうか、ね、そういうわけではないんですよ。いろんなメーカーがあるんやけどね。ああ。これあの漁協さん。にね、付き合いで買ってくれって言われたんで、すいませんマリーナさん。やっぱいろんなとこでやっぱね、付き合いがあるんでしょうがないよね。よし、一缶まるまる使うぐらいなんですか？使わん、使わん、使わない。まあ、一応余ったらのけちょっけとか綺麗に蓋して、あの台風の時にたまに揚げたりするじゃん。はい。そういう時のためにやっぱハゲ帳とかあるけ、そういう時は追加で塗ったりしよう。余らしようやつをね。腐るわけじゃないけ、でもきっちり密閉しとかんと大変なことなんけ。今日はビールが美味しいやろうね。今日は美味しいでしょうね。こりゃ毎日晩酌しよう。いや、しないです。ほとんど、ほとんど飲まないです。すごいね。いや、すごくはないです。いや、すごい。飲む習慣がないってだけで。夏場は増えますか、本数は？やっぱ増えると思う。前回あのショート動画で富士壺のけるときに素手でやるんですかみたいなってコメントがあったけ。ああ、今回は手につくだけだけね、ペンキが。そうですね、開いたって言ってましたもんね、この前。ペンキはね、これ上と下をね、よく混ぜちゃいけ、混ぜんにゃ、あの上がなんていう、薄くて下が濃いとか。あー、しっかり攪拌しておかないと。そう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 。で、これね、ホームセンターにね、こんなの
もうこれ何年も使ってます。あこれめっちゃ便利よね。あ電動ドリルで。そう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 、向きがあるからないね。これは楽やろ。やばい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 。あ電池が、電池がやばいね。これこれ電池がやばい。終わった。ちょっと借りてこうっていうことで借りてきました。おーこれ楽ちんじゃん。これあまり調子に乗ってね、ハイをやると全部自分に散るよね。これ今そこがすごいねっとりしようけ。あちょっとシンナーで薄めよう。シンナーで薄めます。ネチャネチャしとったら塗りにくいけえね。あサラサラにすると今度ねすぐ剥げるよね。はあはあはあ、厚塗りゃええっちゅうもんでもないけ。難しいよね適度な。そう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 。もうええんやないのこれ。よいしょ。さて塗りますか。はい、どっちかにこれこう。電球入れていきます。よいしょ。こんな感じで目打ちこっか。これねローラー、ローラーで。はい、こんな感じでちょっと塗っていこうか。塗る時のコツはなるべくね下側から、下から同じじゃないと自分こっちなんていうこっち側から塗ってしまっている。下に行かないで頭に便器がつくときやるけ。わかる。それは大変な。そう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 、もう適当に。あとははいこんな感じであとは塗るだけです。はい、これは富士壺を取るよりもだいぶ時間はかかりますよね、こっちの方が。いや、でもね、2馬力やけね早いと思うよ、ローラーやし。あ昔の船はね、あのはけ、はい、で塗りよったら手でめっちゃ偉いけ。そんなに厚く塗らなくてもいいんですね、とりあえず塗れたらって感じですか。そう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 。わしゃぶしゃぶにした方が灰を塗れるけど手につく可能性がなくなるけ。まあ、あすごい綺麗な黒ですね。真っ黒。そうやね。もともとは赤だったんですか、この下に赤があるってこと。そうそうそう、中古で買った時前のオーナーがなんていう赤色を塗っちゃったよね。へえ。そうな感じよね。赤、 赤はやっぱ赤でもいいんやけど、やっぱね黒がかっこいいけど。沈ん状とか別に赤でもいいんやけどね。でもやっぱこのちょっと見えるとこが黒の方がなんかかっこよくない。なるほど。もう、まあ、格好の問題。いやでも黒のイメージですね、剣坊さんの。最初から僕が見たのは黒だったんで。あとなんちゅう赤の方がつきやすいとかつきにくいとかもしかしたらあるんかもしれんけど、この辺はようわからんので、誰かコメント欄で教えていただいたら助かります。やっぱあるけね、あの地域によってなんていうの、剪定塗料がどれがええとか悪いとかつくもんが違うけ。あの富士壺とか、あ富士壺以外がつくこともあるんですよ。そう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 、この辺宇部港の辺はね、なんて言ったかな、カラス貝みたいなのとかホヤみたいのがつくって。へだけ場所によってつくもんが違うけ。僕はたまたま富士壺やったけど。それで塗る塗料を変えるというか選ぶんですね。だけその地域によって塗料が合う合わんとかあるかもしれんし、ちょっとその辺はねよく分からんけど。でやっぱこれ塗料屋さんもいね、ある程度ついてくれんにゃ、はい、ね、塗料が売れんわね。富士壺がつかん塗料を開発したらいいね。
トレーラー様も儲かないね要は一回塗って完全 OK のものはないってことですね。ないもう、それがあったらもう特許もんと思うよ、本当。そうですね、うん、よし、塗ろうか、二人で。じゃあちょっとこれだけやっただけでもね、ちょっと一番力やけど。わかりました。じゃあちょっと定点カメラに、はい、セットして、僕も手伝います。はい、お願いしますという感じでですね、とりあえず片面ビフォーアフターまだ半分残ってるんですけど、ちょっとね休憩です。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとこっち側ぐるっと回ります。あ、やっぱこれだいぶ塗り残しあるね、やっぱ。赤いところが、うん、少々ええんやけどね。漆黒の、うん、これで、ね、マスキングを外したらね、やっぱね閉まるけど、プシッと。後ろも分かりやすいですね、うん、ビフォーアウター、ビフォーアウターね、え、全然違うやろ。めっちゃ綺麗になるやろ。綺麗ですね、これは。気持ちがいいですね。そうやね、やってって戦速もね、やっぱ早くなるし楽しみですね燃費も上がるし、うん、じゃあちょっと休憩に入ります。ありがとうございます。はい、という感じで、剪定塗料を塗り終わりましたんで、今からねマスキングを剥がしていきます。はい、この瞬間がね、なんかね一番ね達成感っていうかね、やった感ありますね。一気にね、やっぱその綺麗になる瞬間。はい、うん、いっていくよ。はい、でれれれれ、お、あ、切れた。やったね、これ。上から塗りすぎたからね、それが熱で溶けたんかもしれない、あのマスキングが。ああ、ここ一番日が当たってますもんね。そうはい、えれれ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 、気持ちいいやろこれ。ああ、あっと、これはこれは取れんね、また。上から剪定塗料を塗りすぎたかね。お、いけた、いけました。おお、すごい。あれはあと持つよ。はい、いくよ、どんどん。ほら、閉まるやろ、なんか船が閉まりますね、うん、おーおーおお、すごい。ここ日陰やけね、糊が溶けてないやろ、あんまり。綺麗、綺麗やろ。おお、はいはい、っていう感じで、ご覧の通り、綺麗に仕上がりました。やっぱり船を持つことで、やっぱり富士壺とかね取らないとね、船速も遅くなるし燃費が悪くなるし、いろんなね不都合が起こるんで、こんな感じでメンテナンスしてください。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ペンキまみれ